します。イカスミ長谷川パセリ長谷川パセリ、どうもこんばんは、スリスリ直吉です。よろしくお願いします。早速ゲストとして紹介したいと思います。本日出ていただける男はこの男、長谷川パセリ。どうもよろしくお願いします。来たー、パセリ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 。長谷川パセリってどういう活動してるのかちょっと紹介してもらいたいんですけど、まあ浮かれて音楽やってたんですけど、そっから落ちに落ちぶれて浮かれてはないじゃん。これからも音楽活動はやっていきたいってことなのね。もちろん。皆さんこんばんは、長谷川パセリです。冒頭の映像の方は芸人をやっていた方で、僕のストリートライブにも足を運んでいただいてた優しくて熱い方なんです。その人からさっきこんな LINE が来ました。今日って仕事？休みですが家で日本一周の準備をしております。面白そうだから YouTube の撮影も兼ねて家に行ってもいい？楽しそうです。ぜひよろしくお願いいたします。というわけでこの方とは3年ぶりの再会になるんですけれど、わざわざ家に来てくださる先輩にただ普通に迎え入れるのは楽しくないというか、なんかすっきりしないので、今回ドッキリじゃなくてただただ嫌がらせをしたいと思います。であと2時間後ぐらいに来るみたいなんで、これから思いつきで考えた嫌がらせグッズを急いで買いに行って準備をしたいと思います。それでは行ってきます。俺は何をやってんだ。美容系 YouTuber 大変だわ。毎日こうやってんだもんな。大変だわ。落ちるよねこれ。このまま日本一周行くの嫌なんだけど。闇の力を宿した左手。とりあえず準備に入るんで一回切ります。道大丈夫ですか？ございます。すいません。はい、失礼します。久しぶり。お風呂入ってる？もしかして。お邪魔します。イカスミスパゲッティは、うわ、何してんの、何してんの。イカスミスパゲッティは嫌いですか？何してんの、怖っ。イカスミスパゲッティはお嫌いですか？ねえねえ、怖いんだけど。何？やめて。先輩に振る舞おうと思って作ったらこんな姿になっちゃいました。どうして嫌いんですか？衝撃なんだけど。え、声間違えたのかな。え、待って、何？帰らないで、帰らないで。コンセプト教えて。誰ですか？イカスミ大臣です。これが本当の苦労人ってね。わからん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 。